山川紀子さんは東京大学をご卒業され、夫山川光栄さんと共に海外生活を体験後、マッキンゼー&カンパニーなど外資系会社をご勤務を経て、現在は精神世界の翻訳家、著作家、講演家、スピリットダンス主催、セミナー講師などで幅広い分野でご活躍なされています。山川紀子さんご自身のご著書では、神様に愛される最高の生き方、受け入れの極意、精霊のささやきなど多数あります。その中でも、宇宙で唯一の自分を大切にする方法では、自分を愛すると全ての問題はなくなるというメッセージが込められています。エリートコースの人生から本当の意味での豊かな人生を実現なされるまでの様々な心の模様が描かれています。自分、宇宙とつながり、楽しく生きるために人生の解釈を変えるヒントが散りばめられ、この対談でも自分を愛することについて詳しくお話しいただいています。だんだんやっぱり直感が働くようになって、その人に対するジャッジ、判断、その人をジャッジメンタル、この人はこういう人よって決めつかないで見られるようになるし、みんなでな、まあ、結婚の相手の言い方は悪かったかもしれない、ともかく人生が変わっちゃうんですよ。日々の生き方が変わっちゃう。このこう考えたからこうしなきゃいけないよねと、ポジティブシンキングっていう風な、それを無理にそっちに変えなさいってか、そうじゃなくて自然にそう考えられるようになっちゃう。根本が変わる。あり方が変わると。問題は外側のその状態とかじゃなくて、自分の心のステートっていうか状態、心の状態、それで自分のあり方、ビーイングが変わると、その自分の対応も変わるから、世界が変わる、変わる、もう自分の世界は変わってしまいますよね。で、自分の周りに関わる人も変わってくるし、で、今までこの人ダメだなんて思ってた人に対する自分の評価が全然変わっちゃうかもしれないし、何か全部変わってくるんですね。で、全て良しの世界にだんだんなってくるんでしょうね。なんかその本読んでてすごい印象的な言葉があったんですけど、フラワーオンザウォールの壁の花、なんか高野さんが外交官で、パーティーに行かなきゃいけなくって、でいつもこうあまりうまく溶け込めなくって、なんかこう人と話さなきゃいけないわとかってなってたけど、疲れてたけど、もう別に一人でもいいやって、なんか吹っ切れて、で一人で楽しむようになったら、こうみんなと楽しめるようになったっていうのを書いてて、先生が。なんかそれが私すごい、なんか同じことを思ってて、なんかその、こうみんなでいるとき、楽しまなきゃいけないって、みんなの輪の中に入らなきゃいけないっていうプレッシャーがすごいあったんですけども、なんかもう自分で楽しむようにしたらいい、一人でも楽しむようにしたらいいわって思ったら気が楽になれたんですよね。で、私なんかそのことがすごい書いてあったんで、なんか、なんか先生も同じこと思ってたんだなと、あきこさんも同じこと思ってたんだなって思ったら、ちょっとなんか嬉しくなりました。本当に最初私もで、なんかやっぱりこう自分は魅力的じゃないとかね、人に好かれないとか、もう私のそれがトラウマなわけですよね、ずっとね。で、さっきそのセミナーを飛び出した時もそうでしょ、自分自身が誰もみんな私のことをなんていうか嫌ってるとかね、なんか外れると思って、それで飛び出しちゃったんだけど、でもそれってその時だけじゃなくて、実は私の本当にいつも思ってる問題で、うまくいく時も
いっぱいあるわけですよね。会社でもうまくいってる時とうまくいかない時とあったし、学校だってそうだったし、でもやっぱりこうまずくいく時っていうのは心にどん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 傷を溜めてってしまって、で私の中で確固として私は魅力的じゃないと、だから誰も寄ってこないっていうのが思い込みになってるわけですよね。でもその思い込みっていうのはそういうものを持ってる人っていうのはそれがじゃあ自分の思い込みだから外に出ないかと思うと必ずどっかに出てるわけですよ。オーラとして出ちゃってる。私に寄ってこないでみたいなオーラね。私は魅力がないんですから寄ってこないでくださいみたいなオーラね。多分ね。自然に、無意識レベルに相手も察知してますよね。でそうするとやっぱり人も話しかけたくないから話しかけてくれないわけです。夫が出るから大丈夫。でそうすると一人ぽっちになっちゃって、でまた強化するわけですよね、自分はやっぱり人に好かれないんだみたいなね、ダメなんだ、でだけど私がそのセミナーなんか受けて行ってパッとかどうか変わった時に、なんかその大丈夫になってきたわけですよね、自分は大丈夫だって、もう別にいい魅力があってもなくてもいいやみたいな感じになるじゃない、それが問題じゃなくなるからね。でもまあ癖だから少しずつその壁の花をなんか歌があるじゃないですか、なんかある歌があるんですよ、誰の歌だったかな、なんかそれを洋楽で、フラワーオンザウォールって壁の花っていうのを教えてもらって、あってこれなんかこう私思ってたことと一緒やって思ってて、で亜希子さんの本を見て、あ同じこと思ってるとかって思ってすごいリンクしたんですよあみんな同じこと思ってるんだとかって思って、そうなんだと思うね、やっぱりみんな自信がなくて、自分の自分はダメだと思ってて、でそんなこと思わなければね、いいし、でだから私はセミナーを受けてその自分のビーイングが変わって気がついたら別に一人でも平気だしね、で、そこにすごい魅力的な人がいると思って、あの人と話したいと思ったら自分から言ったんですよね、で私が人から嫌われてるって思い込んだ時って考えてみたら自分から出ていくとダメだったってこともあった、でもそれは神様のあれだと思うけど、やっぱりこうなんか人選んでもらおうっていう意味思いがなかったりとかね、選んでもらいたいんだけど選ばないでみたいな変な、オーラを出したみたいなね、不思議な感じがしますよね、っていうかもう自分から出ていけばいいじゃないですかって感じかな、自分から積極的に行動しなきゃダメよってことを学んだのかな、なんか私の場合、すいませんね。なんか私の場合、なんかパッとこう行動できる、こう、例えば本読んで、素晴らしいなって思ったら、こうパッて会いに行ったりとか、なんかできる場合があるんですけども、まあ、あきこさんの場合は、なんかちょっと何回もお会いして、こう、ずっと前から、なんかその本を読んでて、なんかちょっと、うわ、なんかちょっとこう、仕切りがあったりとか、なんか人に、よるんですけども、なんだろうな。で、もっと誰にでも、こう、なんだろう、こう、自分を自己開示っていうんですかね。自分から、ぱっと自己開示して、寄れるような人間になれたら、どんだけ楽なんだろうなっていうのは、すごい最近思い出して、徐々になんか、それもやっぱり心のあり方か、とかって思いながら。徐々にですけど、無理やりじゃなくそれこそなんかすごくやっぱり自分の本当に好きなこととか割合と得意なこととか、なんか分かり始めてるようなでしかもしれませんよね、なんかこういうようなことをやるのにすごく向いてて、インタビュアーとかね、だから誰かを引っ張り出すのがうまいのかもしれないしね、私はずっとね、たびたび時々ダンスだとか、そうかリツイートとかあってて、これ今日も夫と話してたんだけど、人っていう
確かに、熊野のリトリートに行った時にねって話わかるでしょ。熊野に行って、2年ぐらい前でしたよね。2年ぐらい前に行って、そこにとても楽しいガンちゃんって言ったんだっけ。盲目うん。の。目が見えないんですけれども、もう本当にどこでもどこまでも一人で行っちゃうっていうね、すごいす素ごい敵面な。白い人がいて、でもこうその、そしたらね、その隣にすごい美人が座ってて、ね、いて、お世話してたんですよね、最初ね。車に乗る時とかね、うわー、すごい美人との、とこういう。ガンちゃんとの組み合わせといいなぁなんて思って見てて、それがすごい一番印象に残ってるんです。もう一人どうしてあんなになっちゃったね。ですか。あ、もし覚えてなんかすごでもい。もうその、でもその、はい、そのだからとても印象的で、あ、素敵な方だなぁと思って、まあそれまでもでもやっぱりあんまりね、お話はしたことなかったんですね、確かにね。でも、ガンちゃんって人について言えば、彼はやっぱり人を巻き込むのはすごい上手でしたね。なんかこう、助けてほしいときにはちゃんと言うし、なんか元気だしね、明るいしね。なんか彼と接してて、でもすごい多分幼少期とかその昔に、すごええ。い、葛藤とか、すごい、自分自身で葛藤とか、いろいろ、悩まれたんだろうなっていうのが、すごい伝わってきて、で、そうなんです。悩んだからこそ、よし、もう助けを求めようって、自分では何もできないから、もう心を開くしかないって、自分から言うしかないって言って、多分ね、あんなに明るくはなかったと思うんですよ、昔、多分。そうなんだ。いや、聞いてないですけど、なんとなくそう感じたんですよね。で、一緒にこう歩いてる時に、すごく感じられたのが、もうお母様の愛が、ねえ。もうすごい感じられて、で、多分いろんなとこ行くのに関しても、見守る、普通目が見えなくって、あんな一人でこんな遠いところまでバスとか行くのって、しかも不便なところ、気が気じゃないと思うんですけども、今は多分大丈夫だと思うんですけども、それを見守って、手放して、見守る感じのお母様の愛が、もうすごい大きすぎて、なんか一緒に歩いてるだけでも、すごいお母様の愛が大きすぎて、ちょっと涙出そうになってましたもん、なんか。あ、すごい愛で見守られてるんだろうな、とかって思って。で、お土産でもお魚お母さんに買うって一番になんかおっしゃってたんで、すごいお母様の愛をすごい感じましたね。気になんしてなか、かったけど。全然そういう話はしてないんですけども、話してなくても、一緒にいた時の、オーラじゃないですけど、この触れ合った時に、いろんな人の思いが伝わるっていうか、あの人はすごい、いろんな人に守られてるんだなっていうのは、すごい思いましたね。で、心がすごい綺麗から、多くの人がやっぱり助けたくなるっていうのは。そうですね、明るさとね、もうなんかねえ、声がすごい、美しかったです。落語家のような、もうでもあれはもうなんかもういろいろ苦労してきたからこその、あの声の澄んだ。そうですよね、本当に。あれ、生まれた時から彼は目が見えないでしたっけ？見えないの？いや、私もね、そこは聞いてないんですけど、多分そうじゃないですかね。なんか、でも、いや、すごい本当な。にね、どこにでもついてきてたしね、楽しんでるしね。しかも、目が見えてても、ちょっと怖いような、道狭いところでも、全然行く行くって。そうなんですよ、そうなんです、間違えちゃったね、すごいすチごャいレン道ジャー、行っチャレンジャーやな。いや、これもやっぱり思い込みないなって思いました。
目が見えてるからこう怖い怖いとかってこう思い込みだけど、彼の場合はその見えないから、よしもう誘われたら行くぞ、よしゴーって、これがそうなんでしょうね。思いました。いや、なんかいろいろ彼から学ぶことはすごい多かったです。あの時はすごい印象的でね。元気してるかな。ね、元気してます。かしね、まあ、相変わらずまだ、でもコロナだからね、今ちょっと、ね、出かけられる、どうしてるかな。いや、なんか盲目の人とたまにお会いするんですけど、例えばその道とかで、この前も女性の方に、盲目の女性の方にお会いして、でちょっと迷ってらっしゃったから、こうあの目的地までちょっとお連れしたんですけども、で、はい、なんか、40半ばの人で、であの、まあ、独身で、その方も婚活してるっておっしゃってて、でしかもなんか普通 の、 あの目が見える人が使ってるマッチングアプリ、あの、ネットであの人と会うやつも使ったりとかして、はい、人と会ったりとかしてるみたいなんですよね。で、なんかその、目の見えない人の集まり行くよりか、普通のその経営者の人とかと会った方が話面白いからとかって、普通になんか明らかんと。で、それはちょっと怖いとかもあったりとかするけども、もう私はなんかその、普通の人のその経営者の人の話聞くのが好きだからとかって言って、まあ、全然明らかんとしてて、ああ、なんかこんな、なんかその、あの目が見えて普通にしてる自分がこう落ち込んだりするの、なんかアホらしいじゃないですけど、なんでこんな悩んでんだとかってすごい思ってしまって、なんか、ああいう人たちの方がそのいろいろこう経験して悩みがあるからこそ、なんかすごい、強いマインドを持ってらっしゃるっていうか、なんかそれこそあり方が全然なんかすごい塾が立ってるって思いますね。あの、私はその盲目の人、私目が悪くて結構やっぱりあのもうあと何年も生きないから失明するのとどっちが先みたいな感じなんだけど、でも、あの片目だけね、あのやっぱり怖いけれども、そういう話聞くと大丈夫かなって思うしね。なんかやっぱ新しい世界なんでしょうね、その本当に目に見えない世界っていうのもね。だから感性がすごい鋭いんですよね、そういう人たちって。私があの一度ピースボトン乗った時にね、やっぱりあの建築家だったんだけど、あの建築現場の何階だって3階とか4階ぐらいのところのから落っこっちゃって、で命は助かったんだけど両目失明しちゃったって方がいて、であの彼はすごくカメラが好きだったんだけど、そのもう目が見えなくなっちゃったからカメラ写真が写せないと思ったらね、お友達がその写真機をとフィルムをいっぱいプレゼントしてくれて、もう一回撮れって言ってくださって、じゃあ撮ろうかって言って、であのご自分は全然もう被写体なんか見えないんだけど、奥様がここに花があるよって言うと、じゃあそこって行ってみてこれパッと撮るって。だから自分は全然写した写真も見えないし、被写体になってるものも見えないんだけど、そういう写真を撮って、本当にもうプロのカメラマンみたいになっちゃって、もうあちこちで個展をやってらっしゃるってことに会ったことがあるんですよね。見えてなくてすごい写真を撮ってるってこと？ああ、奥様がこうなるよって言うから写すっていう、それで。本当に二人三脚なんだけど、でも、どうしてじゃあ奥様が撮るのとご本人が撮るのと見えない方が撮るのとまた全然違うわけでしょ？多分ね。エネルギーを感じ取ってるんでしょうね。そうなんですよね。だからなんかある意味じゃあ私たちの目では捉えきれないような微妙なもの、エネルギーを確かにね、さっきの
発してるから、やっぱりその写真っていうのはみんなが見たくなるような写真が撮れるっていう。あ、その撮ってる瞬間が魂の震え方とか、その、あのお花のその魂との交流とか、そういうのがもなんか普通の人よりすごい感覚が磨かれてるから、あの人の心を打つのかもしれないですよね。そうですよね。でやっぱりこう 前から本当に写真を写すのが好きだ、大好きだったから、うん、やっぱりこれが見えなくても大好きなことをやってるっていう思い、うんうんうん、すごいあの本当にポジティブな方だったしね、うん、全然目が見えないってことをあのこう自分の弱点だったなって思ってらっしゃらないしね、うん、もちろん私より年の上の方だったけれどもね、うん、そういう人もいるんだなと思ってね、うん、